お色直しからかよちゃんが帰ってまいりました。お待たせいたしました、ドレスでございます。ありがとうございます。あのですね、あのこの3人でですね、あの最近はあの、ミニデイとかあの老人ホームとか結構あの慰問に行ってまして、あの前半あの着物着てあの沖縄民謡なんか歌いまして、後半はこういう風にドレスに着替えて露出高くなりますと、もうおじいさんたちごっついあのかぶりつきで喜んでいただけるので、ちょっとやみつきになってまして、もうちょっと老人会のおじいさんおばあさんたちのアイドルを目指そうかなと、あの公明は思っております。それではあのドレス部の方を参りますけれども、ちょっとね、あの懐かしい曲をしますので、子どもさんたちはあまり聞いたことがないかなと思うんですけれども、モスラとコーヒールンバを続けて歌いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なりますので安心して聞いてください。モスラやモスラ助けてよと呼べば、時を越えて海を越えて波のようにやってくる守り神、モスラや優しさ支え忘れ、荒れ果てた人の心祈りながら歌いたい愛の歌、それではインドネシア語の歌詞に戻ります。モスラやモスラ、私は三振からマイクに持ち替えただけなんですけれども、永井さんは相変わらずいろんな楽器を持ち替えますので大変なんです。次はあの永井さんはマンドリンを持って参加です。はい、お願いします。昔アラブの偉いお坊さんが恋を忘れた我な男にしびれるような香りいっぱいの琥珀色した飲み物を教えてあげました。やがて心をウキウキ、とっても不思議
たち男は若い娘に交代をした。海がばらかすあのシルバーの水、南の国の情熱のアロマ、それ好きな飲み物コーヒーもかばたり、みんな陽気に飲んで踊ろう愛のコーヒーディーバー。素敵な飲み物コーヒーもかまったり、みんな陽気に飲んで踊ろう愛のコーヒールンバ、みんな陽気に飲んで踊ろう愛のコーヒールンバ、みんな陽気に飲んで踊ろう愛のコーヒールンバ。ありがとうございます。それではですね、田島ブルーグラス隊と孔明プラス、長いこと演奏を聴いていただきましてありがとうございました。いよいよ最後の曲になりました。昼間ちょっとこう、リハーサルしてた時には子供さんがねほとんど前の席を占めてて、この歌すごく歌いにくかったんですけれども、いい具合にこう観客が酔っ払った大人になってきましたので、これやらせていただいていいですかね。伊勢崎町ブルースです。これは皆さんの協力がないと盛り上がらないので、これワイヤレスマイク持って走りますので、そこお母さん方ちょっと色っぽいため息をお願いしてもいいですか。そんな私一人でやるんですか。私そんなちょっとまだまだ若いんであんまりね色っぽくないんで、じゃあはい、皆さん一緒に 言うんですよ、言ってくださいね。じゃあよろしくお願いします。もうだいぶ慣れましたよね、はい、慣れ、はい、よろしくお願いします。